塗り仏の延々の始末は、京国夏彦の長編推理小説、妖怪小説、百鬼夜行シリーズ第7弾である。塗り仏の縁は、縁の支度と本作、縁の始末との二部作となっている。関口達美は、殺人容疑で逮捕。江ノ木鶴二郎と、木場周太郎は、行方不明。中禅寺厚子は、何者かに連れ去られてしまう。そんな中、 京国道の指示で事件のキーパーソンらを集めるべく、青木文造、鳥口森彦、増田隆一の三人は、静岡県二ら山に足を運ぶ。しかし時すでに遅く、聖、仙道、寒流起動会、ふとしと風水塾、さらに河川湖所女、乱道寺、小国聖一らが続々と二ら山に集結し、さらには地元警察も巻き込んで、大乱闘を繰り広げていた。 そんな中、京国道もまた、川島新蔵らを伴って、ニラ山へと向かう。消滅した村、ヘヒト村。そこに数千年前からいるという不老不死、君宝様とは一体何者か。村人50人応殺事件は本当にあったのか。様々な謎が解きほぐされ、ついに姿を現した、黒幕、ゲーム判定者と京国道の戦いが始まる。 主要登場人物は、百鬼夜行シリーズを、縁の支度からの登場人物は、当該項目を参照。作者の京国夏彦が死と仰ぐ水木茂の、墓場北郎と、ゲゲゲの北郎にも、同じ漢字生命表記の有馬博史という学者が登場している。ありがとうございます。